最近、乾燥がひどくて、加湿器フル稼働になっている UFO です。というところで今回はリクエストがありました、日本酸素ホールディングスの UFO を読んでいこうと思います。まずはじめに、日本酸素ホールディングスについてざっくり説明していきますと、三菱ケミカルという化学メーカー大手の子会社にあたる企業となります。事業としましては、名前に酸素とついている通り、ガスを製造している企業となります。はい、そして余談ですが、最近ちょっと名前が変わりまして、 昔は太陽日産という名前で呼ばれておりました多分こちらの方が気なじみのある人多いのではないでしょうかそんな日本酸素ホールディングス実際はどんな事業をやっているのか見ていきましょうこちらが事業内容となっておりますこのグラフ見ていきますと5つのセグメントがあるというところで高く進んでいるように見えますよね、はい、ですがよく読んでいますとなんと97%がガス事業となっております国国内ガガガス、欧州ガス、ス米欧州 そしてアジアオセアニアガスですので今回はガス事業を中心に説明していこうと思います日本酸素が取り扱っているガス身近なところを挙げていきますとプロパンや都市ガスなどの家庭用ガスが挙げられますナビを作っているときよく使ってますねはい。ですがこちらはメイン事業というわけではありません実は日本酸素の化粧頭というものはこちら工業用ガスと呼ばれるもので 空気中に含まれる窒素酸素ガスがメインとなりますということで B2C の部分もありますが基本的に企業向け B2B でお金を稼いでいる企業となりますそれでは次に日本酸素が取り扱っているガスについて軽く説明していこうと思いますまずは酸素窒素ガスです酸素につきましては金属加工溶接でよく使用される機体となっておりますまた医療向けというところで酸素マスクなんてところにも採用されております 次に世界一バラを破壊している窒素ガスにつきましては廉価で反応性が低いので本当何にでも使える便利屋さんです。使用先としましては半導体製造やエレクトロニクス風刺材としての食品鮮度維持などが挙げられます。そして次はアルゴンガスです。こちらにおいてはアルゴン溶接アルゴンエッチングという言葉があるように溶接や半導体の製造に使用されております。空気中に多く含まれているガスであるため、 窒素、酸素とともに空気分離装置このごっつい装置ですねこれを用いて採取されておりまして3つ合わせてテパレートガスといいう名前がついております。その他炭酸飲料やドライアイスに使用される炭酸ガスであったりロケット燃料水素ガス超電導体を減らすヘリウムガスらにらにもうガスではないですがサーモス事業の方で魔法瓶やフライパンといったものを製造しております。 はい。ということで、後半ちょっと書き足説明となってしまいましたが、最後、地域別売上げの方を見ていこうと思います。今年度の業績確認していきますと、すべての地域においてエレクトロニクス関連で大幅な増収となりました。ただ、主力製品のセパレートガスが低調に推移、溶接関連も前期を大幅に下回った結果、アジア、オセアニアを除いて減収となっております。はい。というところで次に、継承の方を確認していこうと思います。まずはじめに、 直近5年の売上プラス来期予想です。こちらのグラフ見ていきますと、なんとコロナ前まで連続で2桁成長、売上がぐんぐんと増加しております。そして21年はコロナの影響で厳しいものがありましたが、先ほど説明したようにエレクトロニクス関連が牽引、マイナス3.8%で抑えております。そして来期の方見ていきますと、プラス13.9%、再び2桁成長をしているというところで、 売上過去最高予想絶好調となっておりますそれでは他社の売り上げはどうなっているのか確認していきましょう今回比較に用いる企業は鳥人間コンテストの岩谷産業後輩等のエアウォーターです比較のグラフ見ていきますと日本産層の伸びすごいですね2017年最下位だったものが2020年にはトップに躍り出ておりますやはり連続2桁成長は伊達ではありませんということで日本産層さん 売上高比較においてはエクセレント右に出るものはありませんそれでは次に純利益の方見ていきましょうこちらのグラフ見ていきますと売上同様右肩上がりのグラフで絶好調ですさらにさらに来期予想の方でもプラス20%の増益を予定過去最高というところでなんと純利益たった5年で2倍大躍進となっておりますそれでは他社はどなた？そちらの方確認していきましょう比較のグラフ見ていきますと 売上が一番近いエアウォーターさんに驚愕の2倍以上の差をつけて1位を取ってきております。もう日本酸素一人勝ち圧勝といったような感じですね。まあ、とはいえ他所もみんな味方外で増益してますので普通にすごいんですけどね。もうエアウォーターも2倍近く増益しております。ということで次に売上高に占める純利益の割合、純利益率の方も見ていきましょう。こちらのグラフ見ていきますと、だいたい予想通りですが日本酸素素晴らしいですね。 なんと7%台4%弱で推している他社を大きく引き離しております。というところで日本産素の経営指標同業内によって頭一つ抜きん出ていることが分かったところで以上ととしたいと思い思ますそれでは次に健全性指標を見ていきましょう。いつも通り最初は自己資本比率の方から見ていきます。こちらの指標は企業の倒産リスクを見るものでとりあえず40%を超えていったら OK50%、OK、を超えてくると優等生。 そして70を超えてくることはめったにありませんが、超えてきたら5と神となります。ということで早速日本産総の自己消費率見ていきましょう。直近5年の末を見ていきますと、以前40%を超えておりましたが、2019年、下言の滝のようにストーンと落ちております。こちらの要因としましては、太陽日産の子会社化にあたってたくさんお金を借えたからとなります。警視庁の方は先ほど3つ通りバッチリですので、やべえ会社が潰れるってわけではありませんので安心してください。 ということで先ほどの2社と比較して健全性指標いいのか悪いのか確認していきましょうこちらが比較のグラフとなります岩谷産業エアウォーターの平均を見ていきますとだいたい40%前後というところで現在の日本産村の自己資本比率はっきり言って悪いと言わざるを得ませんですが本業でしっかりと稼げていて自己資本比率も上昇傾向にありますので今後に期待といったような感じになっておりますそれでは次に流動比率を確認していきましょう こちらの指標も企業の倒産リスクを測るものでとりあえず100を超えていれば倒産リスクが低くなり200を超えてくると優等生となります。それでは早速見ていきましょう。直近5年の推移を見ていきますと大体120前後で推移しておりまして健全性の方全く問題はなそうですね。そして2019年なんか大きな落ち込みが見えますがこちら一過性の要因ですので無視してもらって構いません。というところで先ほどの2社はどのか確認していきましょう。 こちらのグラフ見ていきますと、他所も同じような感じですね。だいたい110から120前後で推移しております。というところで、日本産総、流動比率から見た健全性は合格というところで、健全性指標の説明を終わりにしたいと思います。それでは最後、年収の方確認していきましょう。直近5年の推移を見ていきますと、だいたい850万円前後で推移となっておりましたが、なんと21 960万円。 140万円もアップしておりますやば谷園ですねただこちらからくりがありまして日本産総ホールディングス移行によりまして従業員1400人の平均年収ではなく81人の平均年収に変更されたからとなります本当に大幅アップしたわけではないのでご注意くださいそれでは他社と比べて高いのか低いのか確認していきましょうこちらのグラフ見ていきますと日本産さん。 岩谷産業とエオウーターのちょうど真ん中帯の位置となっておりますということで同業内容も全然悪くなさそうな感じですねはいといったところで燃焼の説明は以上となりますホールディングス性の値には気を付けましょうそれでは最後ざっくりまとめです日本酸素ホールディングス事業内容としましては様々なところに使用される産業用ガスを製造しておりますそして経済の方見ていきますと 毎年2桁成長を続けており稼ぐ力も同業他社を凌駕しておりますただ健全性支に関しましてはホールディング性移行にあたって自己資本比率が悪化というところでマイナス評価となっております最後年収の方見ていきますと850万円前後で推移しておりいい感じとなっております以上で説明を終わりにしたいと思いますこのチャンネルでは就活生そして投資を始めた人向けに企業情報バンバン発信していますので もしこの動画がいいと思いましたらチャンネル登録そしていいの方ぜひともお願いします。それではさよなら。